サッカー J2 リーグのモンテリオ山形が御前崎市でスプリングキャンプを行いきょう歓迎セレモニーが開かれました7年連続で御前崎ネクスタフィールドで行われているモンテリオ山形のスプリングキャンプ今年は先週金曜日から行われています歓迎セレモニーでは御前崎市の柳沢茂雄市長が A5 ランクの遠州夢咲牛と マスクメロンやイチゴなど特産品をプレゼントしました続いてモンテリオ山形の相田健太郎社長が今シーズンは静岡の3チームとも対戦しますがお前崎市だけは山形を応援してくださいと挨拶しましたスプリングキャンプは今月27日まで行われます